今回は福岡住みがおすすめする福岡市西区のおすすめレストランをご紹介します。新しくできた蔦屋書店やおすすめレストランをご紹介しています。最後までぜひご覧ください。それではどうぞ。最初にご紹介するお店は西区にできた蔦屋書店です。今日も天気がいいですね。4月にオープンした蔦屋書店ができたそうなので、早速行ってみたいと思います。うわー、とても大きな建物ですね。お客さんもいっぱいです。早速中に行ってみましょう。本棚が天井まで埋め尽くされていて、とても雰囲気がいいです。本だけでなく雑貨やレストランなど、かなり大規模な蔦屋書店になっています。奥の方にパン屋さんを見つけました。美味しそう。いろんなパンがずらりと並んでいます。人気だったのか、お客さんもたくさんパンを買っていました。美味しそうだったので、こちらのラムレーズンと紅茶とチョコのパンにしました。初めて見るパン屋さんです。どれも大きめで、お値段もお安いですよ。ちょっとしたくつろぎスペースもあって、カフェをするのにはちょうどいいですね。隅っこの方にはアートの作品もたくさん置いてありました。くつろげる空間で読書ができて、カフェが楽しめるのはここだけかもしれません。なかなかいいですね。ゆっくりと時間を過ごすことができます。先ほど買ったパン、中にたっぷりのクリームが入っています。おお、パンがふわふわでとても美味しいです。パンと一緒にドリンクを注文することもできましたよ。とてもおすすめです。また遊びに来ようっと。続いてご紹介するお店は九州大学の中のレストランです。バスで九州大学までやってきました。バスの揺れに揺られてたどり着いたのがここ九州大学です。それにしても広い敷地ですね。この2階にレストランがあるようなので行ってみましょう。看板を見つけました。どなたでもご自由に利用することができるようですよ。なんだかおしゃれな空間です。建物もとても大きい。ここの階段を上って行きます。すごいですね。何に使うんでしょう。見つけました。イトリーイトというレストランです。選べるメインとビュッフェが楽しめます。お腹が空いたので早速行ってみましょう。6名様です。メインのメニューはオムライスとハンバーグがセットになったオムバーグとパスタの種類が2種類ありました。一番安いので1500円からバイキングが楽しめます。メインを注文して食べ放題のコーナーにやってきました。なんだかディスプレイもおしゃれですね。新鮮な野菜もたくさん置いてあります。サラダや人参のドレッシング、ブロッコリーやカリフラワーなど新鮮な野菜を使ったお料理が並んでいます。これは何かな。あ、タンが入っています。このパンもちもちしてすごく美味しかったです。ピラフなども置いてありましたよ。こちらは紅茶のコーナー。いろんな種類の紅茶が置いてあります。蜂蜜紅茶を選んでみました。そしてこっちはデザートコーナーです。自分でパフェが作れるそうなので作ってみましょう。
このグラスに好きな風にトッピングしていきます。できました。これだけでも結構豪華ですね。立派なサラダランチみたいになってます。スープもあって美味しそう。早速いただきます。エビのスナック菓子もサクサクして美味しい。この鶏ハムもしっとりとしていました。カリフラワーとブロッコリーのペペロンチーノ、かなりニンニクが効いてましたよ。そしてこれは人参のスープです。濃厚で美味しかったです。いろんなパンの種類も置いてありました。スープと一緒に食べるとより美味しいですよ。来ました、メインのオムバーグです。卵がふわふわで美味しそう。ハンバーグは手ごねハンバーグだそうですよ。ソースもたっぷりめでいいですね。早速いただきたいと思います。3月末から始まった新メニューみたいで、みんな結構注文していました。中にありました、ハンバーグです。ボリュームがあっていいですね。ハンバーグはかなり肉厚でした。下の方にもお米がちょこっと入っていましたよ。食後のデザートとドリンクです。自分で作ったパフェ、なかなか上手にできました。食後にちょっと甘いものが食べたい時にもいいですよね。ヘルシーなバイキングで美味しかったです。ごちそうさまでした。続いて紹介するお店は九州大学の中にあります。九州大学にやってきました。ここの学食も一般の方が入れるそうなので、早速行ってみましょう。それにしても大きな大学ですね。入り口がとても広いです。学食はどこにあるのかな。あ、ありました、ここです。コープメインダイニングというレストランのようです。どこか懐かしい感じがしますね。どれも美味しそう。そしてかなり安いです。カレーライスはなんと255円です。食堂の中も広いですね。ここからコップを取ってお水を汲んでいきます。お茶のボタンもあったのでお茶にしました。カレーはこんな感じです。255円でこれだけ量がいっぱい入ってるのは嬉しいですね。学生さんにぴったりのカレーライスです。窓から見える景色もいい感じ。ゆっくりくつろぎながら食事をすることができます。いただきます。具材は入っていませんが、コクのあるカレーが味わえます。カレーのルーだけでおかわりが何杯でもいけそうです。福神漬けもついているのが嬉しいですね。あっという間に食べ終わりました。こちらはチキンタツタおろしポン酢です。とっても美味しそうです。これでワンコイン以下なんてとてもお得です。ご飯の量も選べますよ。ふう、お腹いっぱいになりました。ごちそうさまです。最後は返却口に返して終わりです。ありがとうございました。また見に来てくださいね。チャンネル登録お願いします。